はい、どうもどうも、たけあきです。京都府に、リドロガ池という場所があるんですけども、そちらは京都で一番恐ろしいと言われてる心霊スポットでございます。自殺スポットとしても知られているらしくてですね、その近辺で女性がタクシーを拾って、リドロガ池までお願いしますって言って、タクシーのおじゃんがわーって行って、ついて後ろを見たらもう女性がいないと。そんな噂話が広まりまして、目的地がリドロガ池だったらタクシーの運転手はそこには行けませんと。そんな都市伝説が広まっています。果たしてそれは本当なのか、検証していきましょう。あ、もう怖いよ怖いよ、顔が真っ赤っか。女性がタクシーに乗ってリドロガ池までお願いしますと言ったら、そちらまで行くことはできませんと、本当にそう言われたみたいです。実例があるみたいですね。その理由を聞いても教えてくれず、これは別に乗車拒否にもならないというふうに言われてて、はい、というわけで京都に着きました。イタリアスおいでやす。この池の最寄りの駅に行ってタクシーを拾いたいと思います。めっちゃ雪降ってきたんですけど、すごいなすごいな雪。はい、というわけで到着しました。ナイトモードだったら漏れる竹焼です。リドロガ駅の一番近くにある北山駅という場所までやってきました。こちらでタクシーを拾っていこうと思います。雪がやべえ、積もってるやん。寒いタクシーがおらぬ。寒い。というわけで検証スタートでございます。あ、止まった、止まったぞ。やった。あー寒い、寒い。ミドロガ池まで。ミドロガ池。こんなに初めて来るんですけど、ミドロガ池って心霊スポットかなんかなんですか？昔から言うと。あ、そうなんですか。タクシーの運転手さん、そこを目的地で言ったらなんか連れてってくれないみたいなの聞いたんですけど。そうなんですか。あ、全然行ってくれるんですね。いや、人によるけど。お父さん全然大丈夫なんですか。初めてだ。あ、初めて行くんですか。カッパが出るんですか。カッパが出るんですか。何年ぐらいやってるんですか、運転手。15年。15年やってて初めてなんですか、ミドロガ池。通って、あまり通って。いいこれミドロガ池。あ、もうこれがそうなんですか。ミドロガ池みたいなとこってあります？病院がこれ。あー、じゃあここかな。じゃあここで。はい、というわけでミドロガ駅まで着きました。タクシーのおっちゃんすごい不気味あったんですけど、寒い。なんかめちゃめちゃ広いみたいですね。僕なんかミドロガ池ってこじんまりした池なんかなって思ったけど、これ全体が池らしいですよ。病院の近くっていうのも怖いですよね。看護師募集もしてるし、どこからが池かわからんやんな。どこからかほんまに、だって急にさ、すっぽいかもしれへんやん。え、怖いねんけど、行っていいのこれ以上。ここも池や、ほら見て見てって言っても分かれへんか。池、ほら水辺が見やすいとこまでやってきました。かつて近くに結核患者を隔離する病院があって、自殺した者がたくさんいたためだと言われています。あ、凍ってる。その雪が積もってるからこそ奥まで行けるかもしれんよな。ああ、あー、しつかった。この雲深い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 、この雲深い。というわけで今回心霊スポットの池に来たんですけど、あまりにも広すぎてなんか心霊スポットっぽくないよねって思いました。なんか今までと比べて広すぎてもう分かれへん。はい、というわけでそうですね、改めましてこの川深い。まあでもあれ川じゃなくて池やねんけどな。